韓国政府が日本は非常に無礼と批判、火機管制レーダー照射事件で先日、シンガポールにて韓国の軍艦が自衛隊の哨戒機に対し火機管制レーダーを照射した事件に関して日本と韓国が協議を行いましたこちら午前中は韓国の大使館午後は日本の大使館で協議が行われ日本側が韓国に対し日本が レーダーの電波情報を提供するから、韓国側もう電波情報を提供してほしいと、電波情報を交換しようと提案したところ、韓国が拒否したことが明らかになりました。これに対し、韓国の報道官は、韓国としては受け入れ困難で非常に無礼な要求であり、問題解決の意思がない無理な主張だと逆ギレしております。 保連大使菅官房長官は韓国の報道官の一つ一つの発言にコメントするのは控えたい事実確認を進めていく上で双方が必要なデータを示すことは不可欠だ日本から提案を行ったが韓国の同意が得られなかったと記者会見にて説明をいたしましたさらに佐藤外務副大臣は 結果的に双方の主張は平行線だったが、再発防止には事実解明が基本です。その中で相互に持っている電波情報を交換するのは当然だと思います。秘密情報を交換するのは相互主義からも当然であり、通常一方的な開示はありませんと説明をされてるんですけども、本当にですね、韓国政府側の動きは まあ明らかに常軌を逸しており、非常識な対応ばかりでありまして、これ以上、韓国政府と協議の場を持っても、この問題は解決できないんじゃないかと思われます。日本政府として、軍事機密に当たらない範囲で、韓国の軍艦が照射したレーダーの情報、電波の情報を、 世界中に公表していただき、これ以上、韓国政府が日本に対して軍事的な恫喝、挑発行為を繰り返さないよう、しっかりと対抗措置を取っていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました